角坂流、角坂流、角坂九1948年5月25日から2014年4月3日は日本のイラストレーター、版画家。本名は角坂俊幸。独学でペン画とビュランによるエングレービングを得得し、ペン画、水彩画、同版画を中心に創作活動を行う。特にエングレービングでは日本の第一人者だった。 角坂は幼年時代から流動している対象を見つめていたことを鮮明に覚えている。川の水の流れや炎が複雑で捉えようのない形にリズミカルに変化し、生まれては消える様子を吸い込まれる様に見ていた。黄色い稲穂が風に吹かれて目の前をまるで生きているように遠くまで走り抜け、次から次へとまるで生きているように遠くまで走り抜け次か次へと違う形が、 生まれは追いかけているのを飽きずに眺めていた子供だった。絵画を志したのは、高校の頃に、フェルメールの刺繍をする女の絵を見て心が震えました。子供の頃に、節穴から障子に投影された、美しい青い染みが、ピンホール写真のように外の雪景色を写していたことに、感動したのを思い出したのが原点ですと語る。東京芸術大学危ない入学後も、 美術館よりサブカルチャーの方に興味が移り雑誌宝島で片岡義夫さんのロンサムカウボーイでデビューしたその宝島では鉛筆で始めたのが途中でオフセット印刷から活版印刷に変わることになり急遽ペン画に変えたのをきっかけに線の表現に目覚めたイラストの仕事だけでは締め切りもあり満足な表現ができないので 少しずつ自分にリアリティのあるテーマで描き始めたと学生時代からイラストの仕事を始める。角坂作品の特徴は今では世界でも稀な技法に属するエングレービング技法にある西洋の鎧兜などの金属類に彫刻する西洋の金在工技法から発展した古くからあるが習得が極めて難しく長期間を要するために近代版画ではほとんど使われず 現代版画では数人しかいない絶滅しかかった技。そこへいきなりその技法を完成させた形でデビュー。それを可能にしたのは、それ以前の15年間の芸大学生時代からのペン画で積み上げた実績だった。角坂作品のペン画は全て平行線だけで描かれていて交差しないのが特徴。エングレービングと同じ技法だったことから、 ビュランの線は自分が追い求めていた究極の線であると確信した、言う。池澤夏樹は、角坂エングレービングを、その描線は動的な世界観の証明であり、写真から最も遠いところにある画像と、その波のような線を、写真は動きを止めるけれども、角坂流の絵は、波の過去と未来を語ることで、波を動かすと評している。また、荒又博は、 彼にとって、戦とは、何よりもまず図像を構成するための最小にして、唯一の要素に他ならない。角坂流は、テーマの画家ではなく、描く機械イコール絵師であると思う。この言い方は決して髭ではなく、新しい形の称賛。それも、最大限の称賛であるとし、モンドリアン、カンディンスキー、モネと比較して論じている。美術評論家の伊藤俊二は、角坂流は、 微細な波動としてのイメージの渦は、我々のこの世界の堅固な状態を、その構造や量を、その肉体や精神をなし崩しにし、非物質化し、新しく蘇らせてくれるはずであると評価している。こうした批評に対し、ジェームス・ジョイス、柴良太郎、小池マリコなど、内外の著名な小説家の表紙絵を手掛け、自らも、エシュとニンズルかどさか自身は、形を意識することは、 ほとんどないとっても言い過ぎではない。もちろん、武象絵画というジャンルに属するかと思うので、画面上に表面的な意味で、誰にでもわかる形が表現されているとは思う。しかし表現しようとしているのは、物の形の魅力ではなく、捉えようとして捉えられない粒子の運動。子供の頃から、水の流れの変化や、炎の形の変化を夢中になって見ていたり、稲穂に風の動きが現れるのを、 うっとりと見ているのが好きで、絵を描くようになって、自然に今のような表現形式になってきたと語っている。エングレービング以外では、門坂は1998年7月27日から1999年9月4日まで、朝日新聞に連載された、高木信子の連載小説、100年の予言の差し絵を担当し、ルーマニア、オーストリアを取材。リトグラフによる、 多数の作品を残した。また、ペン画や色彩版画による書籍のカバーや、差し絵も、多数、総画校参照。大和警告社からは、角坂隆さんの肖像北アルプス、常年だけや、南アルプスの山並エングレービング2007年、やり、ホタカ連邦エングレービング2008年は、1年を、通じて、大和警告雑誌の背拍紙として使われた。2010年には、 呼吸生理学者、本間聖夫の依頼で、新作のオンデディーヌのために、エングレービング作品を制作した。なお、角川春樹事務所発行の春樹文庫は、外側のカバーを外すと、表紙に直接描かれている、モノクロ画を目にすることができるが、この画は、角坂流の手によるものである。そのため奥付けに記載されている、表紙イラストレーションの項目には、 角坂流の名前があるが、これはカバーのイラストも角坂流が描いたという意味ではない。カバーイラストの担当者の名前はカバーの折り返し部分に別に記載されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。